毎日やることにはすごく意味がある。でどういう意味かというと、まあ、それ自体がねすごくこう受け手に対して大きな印象っていうのを形成してくれると僕はよく感じるんですよね。まあ、このボイシー毎日更新することによってやっぱりね、リスナーの皆さんがよく覚えてくれる、このチャンネルって毎日やってるんだなっていうようなところで認知してくれて、でそれ自体がもうすでに差別化になっているっていうところが、まあ、分かりやすい例かと思います。毎日やることっていうのは本当に、ね、何だろうな、受け手、その行為の受け手にとって意味が、まあ、ある。なので、まあ、皆さんがね何か他人に対して印象を与えたいとしたら、その行為っていうのはちゃんと毎日やると、これはすごく自分の中でルールにすると自分のねその努力っていうのがよりね周りに対してある種印象付けやすくなってきます。すげえ叫んだめっちゃ叫びましたね今ね。はいはいはい、抱っこしてあげますね。はい、やっぱり毎日やることってもすごく意味があるんでね、それを習慣にしていって、で自分の人生をねより良い方向に行くと、進めていくということを皆さんと一緒にやっていきたいなと思っている今日この頃ということで、毎日やることの大切さっていう話をしてみました。